今回はここだけ記憶力がうんこすぎてプロスペラに洗脳されなかったスレッタに対する反応集をご紹介します。お母さんが言ってました。ニラレバ一つ、スルメは二つ。いっぱいやるつもりだったのかしら。ミオリネさんやけに戦闘が手慣れてませんかね。誰でしたっけ、グリルさん。そうだ、美味しそうな調理法の名前でしたね。私の制服ってなんで白いんでしたっけ。そこまで忘れたらいよいよやばいわよあんた。これは最初はギャグで済まされてるけど、後々若年性認知症とかその他シャレにならない病気だったことが発覚する伏線になるやつ。こんなに脳みそツルツルならファラクトとか乗ってもデータストーム起きんわ。エアリアルの操縦だけは忘れないんだよね。はい、こう、が、ってやればシュバ、って動くんですよね。忘れるわけないじゃないですか。ああ、多分才能と感覚でやってるだけね、これ。ミネストローネさんは私の大切な花嫁さんです。花嫁だってことを忘れられてないだけよしとするわ、かっこ嬉しい。ガンダムに乗ってもデータストームの影響がないのは、脳の容量が少なすぎて影響を出せるほどのことが起こらない。多分パーメットがいい感じに脳の空白地帯を抜けている。お母さんに教わらなかったんですか？進めば二つ。やっと覚えてくれたのね。これ記憶力が悪いんじゃなくて食いしん坊なのでは。エアル？なんだっけ？エアリクト。今のエランさんはおかしいです。前のエランさんは？前の？どんな人でした？こうなんか。とにかく今のエランさんは嫌いです。この前も。何かしてきそうな記憶があったような気がするようなしないような。夢なんです、彗星に。炭鉱普通乗るの。久しぶりだな、スレッタ。誰だお前。お前の花嫁の温室を壊して、決闘して負けて、その後もう一回決闘して負けてプロポーズして、その後照れて全然好きじゃないって言ったグエルジェタークだ。情緒不安定の乱暴者。く。なんだっけこのアプリ。とりあえず削除、と。入れた覚えのないアプリはむやみに起動しないで即削除。お利口さんだな。何度押しても停止しないエアリアル。最終回のここぞというとこでようやくミオリネさんと一発で言えるようになる。その後また間違える。明日高2潜入試験に落ちそう。彗星の魔女感。彗星を何回いい感じにこうあれしたいんです。エアリアルはガンダムなの。え、これ先週も言ったし、これまで2000回は言ってるはずなのに毎回こんな反応するわね。そもそもガンダムってなんだっけ。すぐ忘れるからやりたいことをリスト化してるのか。泣き芸のヒロインみたいな理由で笑う。お母さん、リバイバルなガンキャノンじゃないよね。エアリアルはガンダムよ。え、合ってた。アホすぎてママンにも制御不能なのは草なんだ。おいしい。この赤いおいしいの初めて食べました。言っておくけど、あんたがそのトマト食べるの5回目だからね。感動を何度でも味わえてお得です。もう一個食べる？はい。これは愛すべきアホ。お姉ちゃん。ああ、私あなたのお姉ちゃんだったんですね。花婿ならみーちゃんを信じます。誰？ミオリネのこと？お待たせしました、ニコさん。せめて2文字は覚えられるように頑張ろうか。あなたはバカなんですか？ババ？いえ、違いますよ。私はスレッタ。そうだ。マーカスです。誕生日なんて僕にはないよ。エランさんもメモどっかにやっちゃったんですね。すごくわかります。でもこういう時には対処法があるんです。お母さんに教わりませんでしたか？私はちょっと忘れちゃって。エランさんは覚えてませんか？デートに来ない4号、忘れているので普通に行かないスレッタ。ところでエランさん、私の誕生日知りませんか？ハッピーバー。ふんふん、歌詞忘れました。うまいね。コーヒーです。お茶だと思うけど。スレッタの母親としてのアドバイスよ。
基本的に2日に1度は顔合わせて喋りなさい。どうしても難しいなら最低でもビデオ通話はしなさい。3日空くと忘れられるわよ。スレッタ取り頭マーキュリー。まさか、あの子が全部忘れちゃうのってあんたが何かしたんじゃないわよね。見くびらないでほしいわね、ミオリネさん。あの子の頭の悪さは生まれつきよ。自分の名前覚えさせるのだってすっごく苦労したんだから。正直我がことはいえあんなアホをエアリアルに乗せたくないわよ。でもなぜか気に入られちゃってあの子以外が乗ると拒絶してしまうの。ミオリネさん、私のチキンオーバーライスどこですか？さっきアリアが2つ持って行ったみたいよ。食べ物の名前はちゃんと覚えるのよね。あんたそういえばその変な仮面はなんでつけてるのよ。ふふ、スレッタはしばらく会わないと忘れちゃうから変な仮面で印象付ける作戦よ。その代わりあの子は仮面つけた私と素顔の私を別人だと認識してるわ。思い出しました。お母さんが言っていたのは睨めば火だね、殴れば勃発だったと思います。あんたのお母さんってヤクザか何かなの？あんたはお母さんに言われたらガンダムで人を殺すの？いや、殺しませんけど。そう、何度も育児の色褪せになりかけたけどバカな子ほど可愛いと思って頑張ったわ。このプロスペラはチャート組まずに全部アドリブで何とかしてそう。スレッタ、さっきから言おうと思ってたんだけどさっきから方向ずっとマラク。ミオリネさん、今一度とは。本当に、いいのね。スレッタが全然振り付け覚えないから夜までかかっちまった。誰がスレッタとエアリアルで2回別に踊らせて取らなきゃいけない案出したのは。誰だよ、スレッタにトマトの水やりさせたやつ。あいつ、誰かに言われるたびに水やるせいで、寝腐れ起こしてるぞ。スレッタが一人で忘れ物なく買い物を達成したぞ。ベルメリア、強化しすぎたのかしら。いつの間にこんなに強く。エアリアルのコクピット付箋まみれになってそう。エアリアルがいないと何も思い出せないので挙動不審になるスレッタ。決闘の度に、こいつら誰だっけみたいな顔するのやめてもらえます？水星への帰り方？忘れました。エアリアルがオート操縦で何とかしてくれると信じます。私、なんで水星行くんだろう。モビルスーツで水星には行けないよ。水星がどんなところが記憶が曖昧ですが、多分あの水がいっぱいの青い星だと思います。なんて言ったって水の星ですもん。さすがに故郷は間違うだろ、と思ったがずっと水色の星を水星だと勘違いしていた説あるな。スレッタ・マーキュリー、君はこの決闘に何をかける？今決めてもどうせ忘れるので勝った時考えます。そっか。エアリアルどこに止めてきたか忘れました。助けて、助けて。中金エアリアルひどすぎてくさ。ここのスレッタなら保有されても平気そうだ。この動画は青木正常なる世界を作る組織ブルーコスモスとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。